雪山登山おすすめと。おお、北横岳。いいんだ。いや、マップのサイトは？お、北横。おすすめなんだ。行ってみたいな。こっちのサイト。どのサイトにも北横載ってますね。これ、あ、そう、かわいい。このサイトも北横岳。おー、行ってみますか。おいっす、どうもこんにちは。シューチャンネルのシューちゃんです。よろしくお願いします。本日は北横岳に登りに来ました。イエーイ。まあ、すごいのよ。何がすごいかっていうと、雪山初心者おすすめ、こちらで調べると、どのブログとかどの YouTuber も北横、まあ、なんだなんだと。じゃあちょっと行ってみましょうかね、ということで、今日は北横岳島ヶ根山にお散歩に来ています。これからですね、9時20分の北八ヶ岳ロープウェイに乗って標高 2200m のところまでアクセスしていきます。ではでは行ってみましょうか。北横岳楽しみです。レッツゴー。あと2分でロープウェイが出ちゃう。まだチケット買ってねえわ。計画通り9時40分のロープウェイに乗ることができました。ロープウェイからは北横岳が見えていたり、反対側には八ヶ岳連峰、そしてその奥には中央アルプスが見えたりしています。めちゃくちゃ綺麗ですね。ロープウェイは20分おきに出ています。到着したら最終時刻の確認。最終16時。そうです、最終16時までに帰らないと歩いて下山する羽目になる。頑張れ俺。今回の参考は北横岳と島ヶ山のピークを取る非常に過酷な旅です。三岳は中級者の山ということで非常に気になっていますが、あえてチャレンジしない選択をしています。おお、赤ゲラ、まさか。おお、安全をキツツキに託した。風速10何メーターかあるって予報だったけど、全然。ただ今日は靴ずれがめちゃくちゃ痛い。靴ずれの問題は雪山あるある。もしかしてあなたも靴ずれに悩んでいるのでは？そんなあなたに僕の師匠の師匠が言っていた言葉を送ります。靴をお前の足に合わせるんじゃない、お前の足を靴に合わせるんだ。僕は怒りを覚えました。第一休憩所、いいね。めちゃくちゃ景色いいよ。出発から5分、休憩所では坪庭が一望できます。とても気持ちいいですね。基本的にはこうなんか今日天気いいみたいな感じなんだけど、北横の北の方から雲が発達してきてますね。レッツゴー。ボソボソ何か言っていますが、天気の心配をしているだけ。なんかエヴァの頭痛い。エヴァだな。分岐いつだけ、北横だけ、こちらと。さあ今から行くのはあの樹林帯です。今日一番斜度あるのここかね。ふわっと上がってるもんね。ああ晴天だわ。いやここはなんかなかなかちゃんとした登りですね。シャドウもいい感じ。まあ、疲れはするけど、南面にあるので北風がすごい山に遮られて、穏やかな気候でこう歩くことができています。とはいえやっぱ山頂の方は風が強いんかな。遠くに綺麗な山が見えたので地図を確認。あの山はなんだ？地図を見るとわかるね。やっぱりあれが中央アルプス。ちょっと雲かかっちゃったけど、はい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 、いいですね。島ヶ根山ね。島ヶ根山ってなんか木がだんだんと枯れてるみたいな山なんですけど、冬に見るとなんかそんなわかりません。枯れてますかね。
島枯れ山がしましまに枯れていないことにショックを受けています。北横岳と三ツ岳の分岐に到着。分岐に来ました。こっち今ちょっと見に行ったんだけど、トレースがないですね。あ、まあ、でもちょっとなんかここだなっていうのが見える。あの三ツ岳ちょっと行きて、島枯れ山行くんなら三ツ岳行った方がいいな。ここで想定外の気持ちの変化。島枯れ山がしましましてないことにテンションが下がった僕は三ツ岳に行きたい気持ちを強くします。すれ違った登山者の方にご挨拶。このドーナツ1個300キロカロリー。家で食べればデブのもと、雪山なら命の源です。うしー、北の子だけ言って、そう、うん、一緒だ。山頂です。北横岳ヒュッテを抜けると急な登りが続きます。その登りを抜けるといよいよそこは山頂。疲れ果てたその先には一体何が待っているのでしょう。八ヶ岳綺麗に見えます。昨日はあそこの硫黄岳に登ってきました。北峰っていうんだ。じゃ行ってみよう。北峰北横岳北峰。おお、立科山が荒れている。やっぱあれ登りたいですね。南に行きますか。頑張って登った登山の山頂からの景色は格別です。お隣には立科山がよく見えました。そして峰みみみには、おお、北横岳2480m。 おお、なかなかいい山頂ですが、風が強いので退散。三ツ岳どうしようかなって考えてたんですけど、まあ、一番面白いの何かなっていうのをちょっと考えてて、島枯山どうも行ってもそんなになんか面白いかないみたいな話を聞いたので、ちょっと三ツ岳あんだけさ岩出てたらすごい景色良さそうでしょね。それがやっぱ面白いかなと思いまして、三ツ岳に行こうと決めたんですけれども、そしたらやっぱこの見てトレースが発生してたと。誰かが先行者がいると、ありがたい。先行者に敬意を消費、そこかむトレースをね追随させていただきたいと思います。ウツボ俺に行くぞ。ということで今回はここまで。次回は中級者の山三ツ岳にチャレンジしていきます。果たして俺は無事帰ってくることができるのか。このチャンネルではアウトドアのチャレンジを通してあなたを元気にする、そんな動画を投稿しております。もし気に入ってくれたらチャンネル登録お待ちしております。皆さん次の動画でまた会いましょう。